リーシュマニア。リーシュマニアは、トリパノソーマカに属する原生生物で、脊椎動物の細胞内に寄生して、リーシュマニア症を引き起こす。名は、イギリス陸軍軍医のウィリアム・リーシュマンにちなむ。この原虫は、刺腸媒類によって媒介されるが、特に旧世界では属、新世界では属のものが知られている。主要な宿主は、哺乳動物であり、人の他に、ゲッハルイ。 犬などにおいて感染の報告が多くなされている。リーシュマニアは二つの形態学的なステージを持っている。刺し鳥場へのメスに刺されると、リーシュマニアの起源ははっきりわかっていない。ある説によれば、アフリカ起源でアメリカに伝わり、さらに約1500万年前に陸地化していたベイリング海峡を渡って、旧世界に渡ったとれる。しかし旧帰宅起源だとする説もある。 原虫の電波には媒介昆虫や固有宿主の電波やそれに引き続く適応が伴っているはずである。もっと新しい電波としてヨーロッパ各国による新世界の植民地化に伴い地中海沿岸のガラテンアメリカに渡ってと呼ばれるようになったケースがわかっている。リーシュマニア族の原虫は50種余りが知られている。もともとサシチョバエ体内での寄生部位によって3つの ア族に分類していたが、分子系統解析の結果からさらに一ア族を加えて、四族に分類している。ア族は、左腸への前腸、中腸、有門より前で発達する。旧世界で放散した、生物群だと考えられる。ア族は、有門前後で発達する、校長に寄生する時期があることにより分けられた。新世界で放散した、 生物群だと考えられる。主に皮膚リイシュマニア症を引き起こす病原体で粘膜皮膚型と呼ばれる重篤な症状を示すことが多い。ア族は爬虫類に寄生し、刺腸バへ体内では校長、有門より後で発達するもの。爬虫類に寄生することから別属に分けられたが、現在ではリイシュマニア族のア族として扱うことが多い。 ア族、蒸気3、ア族のすぐ外側の系統に属する生物群のうち、詳細な解析でリーシュメイニア族に残されたもの。誰が最初にリーシュマニア症の病原体を見つけたのかについては議論がある。1885年にイギリス領インド軍の軍医少佐、デイビッド・ナグラス・カニンガムが観察しているが病気との感成には気づいていなかった。年に ロシア帝国陸軍の軍医が東洋流種の病変部に、研究を見出しているが、その成果は長らく知られることがなかった。イギリス軍医学校のが1900年に、ダムダム熱で死んだ兵士の秘蔵と不標本に、この生物を認め1903年に報告、前後するように、マドラス駐在の軍医チャールズ・ドノバンが確認し、標本をパスツール研究所に送った。 シャルル・ルイア・アルフォンス・ラブランはこれをピロプラズマの一種として新種記載を行ったが、リバプール大学当時のロナルド・ロス・ハコを親族に帰属させた。リンシュマニアで重要なのはリポフォス・フォグリファンによる複合糖質層である。これはホスフォイの七度膜アンカーと結合し、脂質、中性糖素リン酸化されたガラクト・イコールマンノースの繰り返しという三部構造を持ち、 末端は中性オリゴ糖でギャップされている。刺し鳥場へに消化される時だけでなく、呼吸バースと爆発的な活性酸素種発生に、太陽感染を継続させるのにも役立っていると、考えられている。細胞内消化はエンドソームがリソソームと融合して、加水分解酵素が放出され、DNA、RNA、タンパク質や炭水化物を消化する。微生物が感染すると、 多形核児ロ血球は、血管上皮をすり抜けて、血流中から感染の起きている組織へと脱出する。そこで直ちに最初の免疫応答としての仕事を始め、侵入者を鈍食する。この過程で炎症が起きる。活性化された PMN は、ケモカイン、特にいるマイナス8を分泌して、他のカリ球を呼び寄せその鈍食作用を活性化させる。 L メジャーは PMN のいるマイナス8分泌をさらに増大させる。これは不合理に感じるかもしれないが、この現象は他の変性細胞内寄生体でも観察される。この手の微生物にとって細胞内で生き残る方法は何通りかある。驚くことにアポトーシスを起こした病原体を生きた病原体と一緒に打つと、生きた病原体だけを打った場合よりも、 爆発的な病態を示す。死んだ、寄生虫の表面に通常アポトーシスを起こした、細胞が持っている、抗炎症シグナルであるホスファチジルセリンをさらすと、エルメジャーは呼吸バーストを止め、同時に打った、生きた、病原体の殺傷分解は達成されない。臨ュマニアの場合、子孫は、p m l の中では作られないが、この方法で生き残り感染部位に自由に、居続けることができる。 全弁網型はさらに、リーシュマニア化学誘送因子を分泌し、好中球を活発に誘引するが、しかし単球や NK 細胞のような他の白血球は、誘引しない。さらにリーシュマニアが存在すると、PMN によるインターフェロンガンマ誘導タンパク質10の酸性は止められ、NK 細胞や TH1 細胞の誘引による炎症反応と防御免疫反応が遮断される。 最初の宿主である PMN がキャンプという病原体がいないというシグナルを提示しているため、この病原体は鈍色作用の間も生存したままである。高中級の寿命はとても短く骨髄から出て血流中を6から10時間循環した後、自発的にアポトーシスを起こす。病原微生物はそれぞれ異なる戦略で細胞のアポトーシスに影響を与える子が報告されている。 マカスパージー3の活性化を阻害することで、コ中チ球のアポトーシスを遅らせ、寿命にから3日引き延ばすことができる。この寄生虫の最終的な宿主はマクロファージで感染部位にたどり着くのに通常にから3日かかるため、この寿命の延長は感染の進展には非常に有利である。また、PML による MIP-1α と MIP-1 というケモカインの産生を誘導して マクルファージを呼び寄せる。高中級が含む有害な細胞成分や、タンパク質分解酵素から、周囲の組織を守るために、アポトーシスを起こした、PMN はマクルファージによって静かに除去される。死にゆく、PMN は、食べて信号、すなわちアポトーシス中細胞膜の外側に輸送される、ホスファチジェルセリンを提示している。 遅延されたアポトーシスのため PMN に残存している。原虫はマクルファージに取り込まれるが、これは全く生理的な過程であり炎症反応ではない。この静かな食作用という戦略は厳虫にとって次のような利点がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。